アムルイブンアルイコールアースモスクの入り口屋根に書かれているアラビア語の碑文はアルラーフワクバールと書かれているアムルイブンアルイコールアースモスクはエジプトカイロ級市街にあたるフスタートに建設されたモスクである642年に建設されたエジプトが東ローマ帝国からイスラーム世界の勢力範囲に変わったのは 第二代政党カリフであるウマルの時代である。アラビア半島、イラク、シリア、エジプト、イランとイスラーム勢力の勢力範囲が拡大する過程において軍事都市であるミスルが建設された。その過程で、エジプトにおいては642年に将軍アムルイブンアルイコールアースがエジプトを征服した段階でアレクサンドリアに変えて、 ナイル川砂岩にフスタートを建設し、北アフリカ支配の拠点とした。ミスルが建設されると同時に、モスクが建設された。アムルイ・ブンアルイコール・アースのモスクは、エジプト及びアフリカ大陸における最古のモスクである。モスクの内部。アムルイ・ブンアルイコール・アースのモスクが建設されたのは、642年で、ある。エジプトを攻撃するにあたり、アムルは、ナイル川ワサ ナイルデルタ南東部にテントを設置し、そこで宿営することとなった。伝説が言い伝えることによると、エジプトにおける戦闘の直前にアムルが宿営するテントにハトが餌装し、そこで放乱した。戦後、アムルは埋まるからエジプトにおいてアレクサンドリアからそう遠くない場所に新しい都市を建設する命令を受けていた。アムルは、 ハトが営像していたテントの場所が聖なる場所であると宣言し、フスタートをそのテントがあった場所に建設した。アムルのモスクは、そのテントがあった場所である。初期のモスクのレイアウトは簡素であり、29メートル17メートルの長方形であり、ヤシ、石、泥製のレンガなどで構成され、屋根は木材の板とヤシの葉がしつらえられた。 メッカの方向を指し示すミフラーブは初期には建設されておらず、その代わりに4本の柱がメッカの方角を指し示した。このモスクはアムルとその軍隊において十分な広さであった。また、その他のイスラーム建築の特色であるミナレットは建設されていない。673年のムアーウィアの時代には拡張工事が完了した。 これにより、モスクの面積は2倍に拡大されると同時に、モスクの四隅それぞれに、ミナレットが建設された。このミナレットの完成により、モスクの周りに住むムスリムはアザーンを聞くことが可能となった。698年には、モスクの再拡張が実施され、面積はさらに倍となった。711年には、多面の壁岩が設けられた。827年には、 キブラの方向と並行する形で7本の新しい通路が建設された。それぞれの通路はアーケード上に建設され、アーキトレーブが通路の最後の柱に施された。9世紀の拡張ではアッパース町のカリフであるマームーンの指示によって行われた。新たにモスクの南西方向に拡張工事が実施された120メートル112メートルに拡張され、 現在の面積となると同時に、また、現存する、モスク南面の壁が建設されたのもこの時である。ファーティマ朝の時代には、アムルのモスクは5つのミナレットを持つモスクに姿を変えていた。追加された1本のミナレットは、モスクの入り口に建設されていた。しかし、現在のモスクのミナレットは、ファーティマ朝時代までに建設されたミナレットではなく、1800年に、 再建されたものである。また、ファーティマ朝のカリフであるムスタンスイールは、銀の壁岩を設けたが、サラアフッディンの時代にこの壁岩は撤去された。1169年、フスタートとアムルのモスクは大火によって、破壊を経験する。この大火の指示は、当時のエジプトの大臣であった、シャワールによる。シャワールは、フスタートを破壊することによって、十字軍の占領を、 回避することを目的としていた。その後、エジプトは、IU 部長の支配に入り、1179年、アムルのモスクもサラーフディーンの手によって、再建された。14世紀には、地震後の再建工事が実施された。また、1303年の再建工事において、化粧漆喰細工が施された壁岩が、モスクの外壁に設けられたが、現存していない。 18世紀には、マムルークのリーダーである、ムラードベイが、モスクの破損のために、一度モスクを取り壊した後で、再建工事を行った。ムラードベイによる、再建工事は、1796年、ナポレオン・ド・ナパルトが、エジプト遠征を行う直前に完成している。1875年には、ムハンマド・アリー長によっての再建工事が実施された。 20世紀に入っても絶えず修復工事が施されており、今日に至っている。ありがとうございます。